はい、皆さんどうも、ゆうすけです。僕が今一人でオープニング撮っております。タイトルとサムネその通りでございます。今回はまたまた雄大にドッキリを仕掛けたいと思います。イエーイ。ただいま僕たちはですね、アメリカロサンゼルスにいるんですけれども、今日は雄大くんと USH ですね、ユニバーサルスタジオハリウッドに行く日ということでございましてですね、ただいま雄大くんはシャワーに行っております。はい、シャワーに入ってるんですけれども、僕たち今日まだね、ユニバーサルスタジオハリウッドのチケット買ってないんですけれども、まあ行って現地で買うんですけれども、その現地行った時にですね、なんと雄大のカバンの中に財布がなくて購入ができないというドッキリをね、していきたいと思います。はい。もう最悪なドッキリでございますよ。本当にね、こんなね、アメリカにも来てね、ユニバーサルにも行って楽しみたい。そんな日にですよ、財布がなく、後々、いやいや、実はありますよ、じゃあこれで行きましょうねってネタ明かしするわけでもなく、本当に財布をこのまま家に置いて、ユニバーサルスタジオハリウッドまで行って、で、結局そのままユニバーサルスタジオハリウッドに入れず終わる。そういったドッキリになっております。はい、最悪でございます。皆様絶対にこんなこと友達にしないでくださいね。ということで、この前振りは置いといてですね、それでは早速雄大くんのカバンの中から財布を盗んでいきたいと思います。盗んでいきたい、取っていきたいと思います。ということでですね、こちら雄大くんのカバンがあります。これですね。で、雄大くんのカバン、皆様絶対に友達家族誰でもそうです、人のカバンを勝手に開けて財布を取る、そんなこと絶対しないでください。財布以外でも物を取るなんて絶対にしないでくださいね。ということで、雄大くんのこちら財布ですね。財布とでね、雄大くんね、やっぱりこれアメリカではクレジットカードを使うことが多いのでね、こちらのカードケースですね、こちらも全て取ってもう金はない状態にしておきます。もうほんまに犯罪者みたいな、皆さん本当にマジで後でちゃんと1円も抜かずにちゃんと返すので、もう安心してください。すいません、このドッキリのためだけなのでお許しください。こんなことしますけれども、僕も本当はめちゃくちゃ行きたいよ。雄大君はいつもカバンの中とかね、マジで確認せえへんし、しかももう荷物を俺が全部どこにあるか分かってるもんやと思ってるから、財布がなかったとしても、ゆうすけ財布どこみたいな全部聞いてくるんですよ。お前の荷物俺全然管理してないねと思いながらでも、俺が全部ね、物の把握をしてると思い込んでるのでね、なので多分ね、このまま言えてる時もね、財布ないもん気づかずにいけると思うので、このまま気づかれずに検証できることを祈っております。それではユニバーサルの方行っていきたいと思います。Hey guys, I'm Hiro Takenaka from Japan. I'm at Universal Studio Hollywood!ということでですね、はい、皆さんどうも竹中雄大です。はい、ということですね、はい、今僕たち急がないといけないですよ。そう、ここ6時までなんですよ、うん、空いてんの、うん、夕方の今3時過ぎです。やばい、俺らね、行動が遅いですから、いつも反省ですね。そうですよ、ね、本当に行きましょう。行きましょう。今日はどういう企画かというと、うん、まあ、とにかく楽しもうです。そうです、はい、チケットも買ってないです。ほんまや、マジ。しかももうなんかクリスマスムードがね、がっつりと。でもええ天気やな。でもあれやね、初めて来るからあれやけどさ、はいはいはい、人が結構少なく感じるよね。でもなんか聞くところによると、うん、その USJ とかよりは規模ちっちゃいらしいです。ほうほうほう、うん、ちっちゃいけど、なんかこっちならではのやつとかも結構あるらしくて、うん、まあ、ちょっと楽しみやな。おっ、あれや、かの有名なやつ。かの有名、あった。なんか日本と全然違うな。うん、こっちの方がちょっと骨組みの感じがするね。ああ、確かにな。 Welcome to Universal Studios HollywoodWelcome to Universal Studio Hollywood! テンションの上がりどころ。ここでちょっとサムネ撮ってたんですけど、サムネ見てください、すごい合成感っぽい。ね、まあ、ここまでちゃんと撮ってんですけど、はい、でもここでサムネ撮ってたらもう時間がなくてですね、はい、もうあと2時間半ぐらいしかない。やばいです。うわ、クリスマスやん。すごい、クリスマス感すごいな。まあ、あと2時間半ぐらいしかないですから、うん、パパッと行きましょう、うん、なんか俺は、なんて言うの、かぶりもんみたいな。はいはい、みんなかぶってるね。かぶりもんみたいな、ユニバーったらどういうキャラクターやの。スヌーピーとか。ああ、あるね。そう、だからそういうかぶりもんとかもかぶって、うん、なんかこう、本気の USH を楽しんだろうかな。めっちゃ残り3時間でしっかり楽しもうとしてる。がっつり、残り2時間半でもう楽しめるだけ楽しんじゃおうかな、はい、思ってます。じゃあ、チケット、チケット代が、あ、チケット代ここに書いてるわ。
結構高いね。一番普通の入場のやつはジェネラルアドミッションだから144ドル、ただ多分1万5、6000円、1万6000円ぐらい。日本のユニバってもっと安い、2人分ぐらいの値段、4の、めちゃめちゃ高いね。残り3時間で2時間半やな。まあでもまあ来たからには楽しい、それはもう楽しまないといけない。はい、まあほなちょっと普通にまあなるほど。財布ないの？財布ない？カバン入れたっけ、そっちのリュックの。リュックは折れないから。雄大くん、実はこれはドッキリでございまして、ユニバーサルスタジオハリウッドに来れると思いきや財布がなくて来れないドッキリでした。イエーイ。ちょっと本当にガチで、うん、そういうのはええし、いやいや、いいと思って、いや違うって、そのそれまだ100歩譲って日本でやるんやったらまだええけど、うん、これアメリカやで。だから そこの YouTube 騙しいらんからとりあえずクレジットで払おう。そういうのクレジット、だからお前のクレジット、いや俺クレジット使われんの知ってるやろ。俺あれやん、レンタカーでもう上限来てるから現金、現金の方現金持って、今20ドルしか持ってません。なので本日はユニバーサルスタジオハリウッドの元気だけ味わって買いましょうか。でもガチガチです。ガチガチの。え、お前、ほんま、え、マジふざけんの？いや、やっぱりアメリカでもドッキリしてたらあかんなと思って。え、ほんなら意見でも。本日はそういうことになります。そういうことになります。え、俺のカードの入ってるケースも置いてきたの？置いてきた。全部置いてきた。お前、ほんま、しまくれ、マジ。雄大がシャワー浴びてる間に、しっかりと。え、お前。ちょ、ここで大声出したらお客さんの目が。え、冗談抜きまして、はい、リアルに冗談抜きです。見ますか、リュック。え、てかこれ何のカメラ、ほんとは。え、なんかドッキリのカメラです。じゃあ一回クリックしてみて。 Please visit universalstudioshollywood.com on your mobile device or any open ticket booth to purchase. And of course, don't forget to download. マジで恥ずかしいし、あのチケットのとこまで行って今めっちゃ見られてるから、さっきの人なんでチケット売り場来たのに戻ってんねやろって。てかお前、え、ほんま、マジふざけんなよ。ほんまです。すいません。え、なんか、来ただけ？そういうことになります。え、リュック、ほんまはリュックの中にありましたとかっていうのは、はよやってます。一回見てみる、リュック。俺の。一回、俺のリュック見てみる。水とね、カメラしか入ってないんですよね。一回、俺のリュック見てみる。ちゃんと。お前ほんま仕事だよ、マジで。ガチでございます。ほんまだる、マジでだる。雄大って俺、ごめんな、テーマパークそんなに乗り気じゃないかなと思ってて。行きたかった、めちゃめちゃ。俺言っとくけど、大阪のユニバーは10年行ってない。そんなに行ってなかった。高1から行ってないから。マジ で10年ぶりのユニバーサル、しかもアメリカで行けるばっか楽しみにしてたよ。まあプラスに捉えよう。3時間しかなかったものを変に味わうよりは良かったんじゃ。良くないわ。何笑ってんねん。いや、まあ、もうカメラ撮ってない。なあ、止めません。なあ、止めません。マジでやめませんよ。何やねん、そんなガツカ。あ、なん、今からどうすんの。今からもうウーバー乗って帰るか。ふざけんなよ。あ、そっか、お前悪いな。ウーバーはカード登録してるから帰れるってこと。そうなんです、お前。そっか、そういうことか。別に来ても財布なくても帰れるんや。そう、登録してるから。いや、でもこれは一つありがとうって思ってほしい点が1点あります。ちゃんと丸1日楽しんでほしいから、3時間では来てほしくない。ちゃんと楽しんでほしい。だからだったらお前も午前中に起こせよ。なんで一緒に寝てんねん、昼間。なんかいろいろ考えながらカメラ撮られてるから。怒ることも考えさすなよ。え、お前ほんま知らんで、次マジで。次知らんからマジで。ということで、ゆうだくん帰りましょう。マジ知ってマジで帰りましょう。せめてこのレッドカーペットの上で写真撮らしてや。なあ、ほんまのせめてや。せめて、ちょっと待って、今のせめてがすごい。なんかもう俺かわいそう
なことしすぎたなと思った。お前ほんま芝からだな。あのカメラ止まった瞬間ボーボーするからね。雄大君こんなに怒るんや、嫌やとか思われても嫌やからちょっとセーブしてるけど。いや逆にそんだけしか怒らんねやって多分みんな思ってると思うて、それぐらい普通は多分切れる。ブチギレやから普通に。いや普通にブチギレやから。いや分かってんねん普通に、あの雄介がそんな悪いやつじゃないってこと、はい、普通にあのそろそろネタ明かしせえよ。金明かし。はい、カードは実はここのポケットに入ってましたとか、お金実はここのポケットに入れてます、じゃじゃーんつって、はい雄大くん残りの2時間楽しみましょうね。もう早せえやん、早いね普通に。いやそんなんせえへん、ちゃんと家に置いてる。こうなんか雄大のバッグがいいサンセットになってる。うるさいしばらくなあ、ガチ綺麗写真魔法みたいだな。なああそこ前で記念写真撮ってな、うん、サムネがどうじゃらどうじゃら言うてなあ何パターンも撮ってアホみたいな、はい、まあ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 、まあ、そんな怒らんと。いや怒るわ。その代わり写真撮ってあるから。撮ったるからちゃん撮れ。撮ったるからちゃん。すいません撮らせていただきますよ。すいません撮らせていただきます。俺スウェットの上からシャツ出す服装したことあるか、はい、全然ないやろ、はい、クリスマスのユニバーやから撮ここにこのバッグにぴったりくるようにな。あ板変えて財布だけ取ってもう一回戻ってくる。ああアホじゃん。終わってる。終わってるか。終わってるか。時間終わってる。終わってる。ああ調子ええな。調子ええな。なんか調子ええな今日。いやお前が。あ俺か俺か俺か。まあ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 撮ろうよ。写真撮ろうよ。YouTube 慣れやがる。めっちゃ作り笑顔でここで写真撮る。そうインスタ載せんの。うん、ダメだよ。楽しかったって言ってる。楽しないね。楽しかった。何にも楽しない。後でいいもんあげるから。何？えグミ。しまくる。俺はこっち来てからハリボーずっと食ってるからハリボーあげる。しばくでグミ食べたいかなと。しばくでマジ写真撮るわ。撮ろう、うん、止めて。はよ。あ、俺が撮るんだね。当たり前やセルフィーじゃないやで。しばくでマジセルフィー。ちょっとごめんてか、お前おちょくる馬だったのお前。おちょくってないんだよマジ。おちょくてろ、おちょくてろ、おちょくてろ、おちょくてろ。なあ何笑ってんのこれ。お前なあ振り回してるのはヌンチャクだけや。しばくでよ。ごめんなさい。お前調子良すぎやろ。ちょっと携帯取るかね、そんな怒らない。ちゃんと取ります取ります。ありがとうございます。ありがとうございます。まあまあ笑顔作る練習でもしようや一緒に。お前笑ってるわお前なあ。ちょっと笑ってよ。見て universalstudioshollywood.com on your mobile deviceいいな。よかったやろ。ちゃんと撮ってたやろ。いやまあちょっと今回はさ、今までそういう芸風ちゃうねん。今までのドッキリよりもちょっとひどかったから。ひどすぎる。一番ひどい。かっこいい。ちょっとひどかったかな。もう俺切り替えるわ。切り替える。うん。今日も晩あれや。ご飯食べるし。そうね。今日はちょっとネタのパンチが強すぎるから。拳やん。うるさいマジ黙れ。ドーンってやりたいけど、うん、コンプライアンス的に。コンプライアンス的に。え動画なかったら。えお前の目あの4つにしてるわ。4つ。何で4つにする。ああバーン投げてバーンって目4つにする。おお調子ええな。黙れよ。すいません。もういいわ。終わろう。終わろう。もうええ。ということで雄大くんエンディングをお願いします。ええから取らんから。もうええよ。もう普通に終わっていいから。終わりますか。帰ろうか。てかお前ええからまだ撮らない。いやいやいややっぱり撮っとかんと寝てる。てか俺せっかく来たからお土産が買うか。いやいやお土産買う金ないやろ財布ないねんから。お前怖い